黒胡椒ブラックブラック一人欠席二人欠席はい、2試合目はタチオパーキングでライジン黒胡椒ブラックになっていきましょう。黒胡椒ブラックブラック一人欠席二人欠席なんでやねんこれなんでやねんほんまに。とりあえずどうしたんやこれ、めちゃくちゃ落ちてるやん欠席だらけのライジンジャパンやいうことで、まあとりあえず何してね、まったりまったり楽しんでいきましょうよ。欠席会という、まあおまけ動画であげようかな。これはライジンステップやってたら味方の人めっちゃ落ちてましたっていう動画にしましょうなんじゃこれいうことありますがじゃあまあまあ適当にまったりやっていきましょうか。ライジンステップはじゃあ他の動画にするとして、これじゃあ普通に使いましょうか。まったりまったりまったり2対3、むしろみんな遊べるんじゃないの、これ平和な試合になるんじゃない、ぴょんぴょん飛んでたら。それともあれか、危険な倒し合いの試合になってしまうのか。でもこの人倒しに来てますね、倒しちゃおうごめんジャップや、ナイスジャップ、シュン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 って、ほい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 、これはもうデスしても何でもいいからな。よーし、いいぞいいぞ、さあいいぞいいぞ、あおあれで避けながら進んでいこうかなと思いましたけど、やられましたね。さあこれでいいんですよ、これで。こういう試合はもうまったりいけるじゃん、こんなん。これはもう勝ち負けちゃいますよ、この試合は。2対ちゃう、3対2ですもん。そんなやばいって、3対2、3対2やで、3対2、皆さん。3対2ですもん。しかもリッターの人おるねんで、全然塗られへんやん。めっちゃやられるやん。ボコボコのボコボコのボコボコチャップですね。さあ、まあ、ガン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 いって、もういっぱい飛びましょう。もう着地です。もう遅いね。もうカモンしながら、ナイスしながら、もう変な試合になって、よしよしよし。お、避けれた避けれた、よっしゃ。その今生存できたジブリナイスですね。すぐやられるけどね。ふざけすぎやろ、チャップと。お前、デスしに来たんか。そうなんですよ。こういう試合の時はいっぱいデスしましょう。デスというものを楽しむ試合にしましょうね。デスをいっぱい楽しんでいきましょう。あーい、ちょっと待って、ほんまにめっちゃデスするやん。デスしかせえへんやんいう感じの動画になってますけど、まあパン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 飛んでいきましょう。めっちゃデスしましょう。シュイーンってシュイーンって飛んでいって、ナイス押しながら、はい、オッケー、先生の気です。味方の人、こんなアホみたいな立ち回り、そしてクソエイム、もうすべてがクソのチャップを受け入れてくれて、ありがとう、味方の人。感謝、永遠にやで、いうことで、もう一回感謝のナイスというものをね、押させていただきましょう。さあ、ガンガン入っていくんかい。わかったわかった。ついていくわな。僕もついていくわ、やっぱり。そのナイス等のチャップとしてね、平和な平和な試合をしたいんだ。これもやられていいか、ちょっと行こうか。シュン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 。いけるかいけるか。このステップ倒せるかどうか。ここは大事だ、大事だ、大事だ。オッケー一枚で、どこ行ったんや。あうそっちかー言うて、パクパク、もぐもぐ、ポクポク、チーン言うて、やられとるやないかい、ジャップいうことありますけどね。はい、ナイスして飛んでいきましょう。何の試合やねん、これ。めっちゃデスする試合やんけ。おー、オッケーオッケー何デスしたかな。10デス目指しましょうか。10デス目指そう。目指せ10デスや。じゃあ、どこ飛ぼっかな。ここ飛びましょうか。オッケー、あと2デスぐらいしたらいいんちゃいますか。あ、リッター使い塗ってるぞ。ナイスナイス、素晴らしい。あのリッター使いを塗るということを覚えた素晴らしいチャージャーの人ですね。あー待って、僕のせいで負けんじゃん。でも味方の人がいっぱい塗ってくれてますね。まあよかったということで、最後ステップ行かせたい。ああ、無理チャップや、いうことで。皆さん、こういうまあ茶番動画としてね、一本だけあげるわ。あれ、試合してたら、みんなめちゃくちゃ落ちてんねんけど、どういうこっちゃ、なんてこった、パンナこったっていう感じの動画にしていきたいと思うからね。皆さん楽しんでいってくださいということで、今回はこの辺でお別れにしましょうか。3対2っていうのもなかなか楽しかったんですけどね。なかなかファンタジーな、ファンキーな、ファンキーファンキーファンキーな試合でしたね。いっぱいデスしたんで、皆さんもデスを恐れないというね、心をこの動画で身につけていただけたら、私は、チャップは嬉しいです。ということで、皆さんご視聴ありがとうございました。ちょうどスケジュールが更新したからね、僕も更新しに行こうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。では、バイバイ。